第一朗読出出エジプト記。その頃モーセは舅でありミディアンの祭司であるエトロの羊の群れを飼っていたが、ある時その群れを荒野の奥へ追っていき、神の山ホレブに来た。その時芝の間に燃え上がっている炎の中に主の御使いが現れた。彼が見ると、見よ、芝は火に燃えているのに芝は燃え尽きない。モーセは言った。道を恐れてこの不思議な光景を見届けよう。どうしてあの芝は燃え尽きないのだろう。主はモーセが道を恐れて見に来るのをご覧になった。神は芝の間から声をかけられ、モーセよ、モーセよと言われた。彼がはいと答えると、神が言われた。ここに近づいてはならない。足から履物を脱ぎなさい。あなたの立っている場所は聖なる土地だから。神は続けて言われた。私はあなたの父の神である。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーセは神を見ることを恐れて顔を覆った。見よ、イスラエルの人々の叫び声が今私のもとに届いた。またエジプト人が彼らを圧迫するありさまを見た。今行きなさい。私はあなたをファラオのもとに使わす。我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだ。モーセは神に言った。私は何者でしょう。どうしてファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さねばならないのですか。神は言われた。私は必ずあなたと共にいる。このことこそ私があなたを使わす印である。あなたが民をエジプトから導き出した時、あなたたちはこの山で神に仕える。神の言葉。私の命を危機から救い、慈しみ深く祝福される。心を尽くして神を讃え、すべての恵みを心に留めよう。神は正義の技を行い、虐げられている人を守られる。神はその道をモーセに示し、その技をイスラエルの子らに告げられた。心を尽くして神を讃え、すべての恵みを心に留めよう。アレルヤ、アレルヤ。天と地の主である父は讃えられますように。あなたは神の国のことを小さい人々に表してくださった。アレルヤ、アレルヤ。マタイによる福音。その時イエスはこう言われた。
天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父のほかに子を知る者はなく、子と子が示そうと思う者のほかには父を知る者はいません。キリストに賛美。Thank you.